出家法は、新末民発の政治家。新末は、地方官僚を務め、中華民国では、北京政府の要人となった。字は、京殿、金田。号は、牧流。16歳で秀才となり、19歳で巨人となった。1892年、人身化新士となり、管理院初期都を授かる。以後、知見、知府、同大を歴任して、チャンスアセチとなる。 1906年、吉林順部に昇進した。翌年、暗記準部に移動している。1911年の侵害革命において、主家法は暗記省市議局から暗記督に衰退された。しかし、間もなく平変が発生して、主は逃亡した。以後、参議院議員、政治会議議員を務める。1914年2月、直霊民政庁に就任し、 さらに諸直令都督となった。5月、民政庁が順安氏に改められ、6月、正式に直令将軍に就任した。1915年、遠政外が皇帝即位を図ると、主はこれを支持し、一等白に封じられた。遠政外死後の1916年7月、主家法は引き続き直令省省庁権都督として、同省の統治を継続した。 1917年7月の長君副壁に際して、これを指示して民政部少署,署に任命された。しかし副壁失敗とともに、主も失脚し、日本へ亡命した。同年10月、帰国して天津に逃げ込んでいる。1923年9月5日、天津で病没。去年64。ありがとうございます。